慢しないとさ、はい、オミクロン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 でさ、本当ですよね、やばいんですよ。あの幼稚園とかね、保育園とかね、はい、あと福祉施設でもだいぶ出ちゃって、うん、もう多分あの本当に人事じゃないし、うん、僕らも、かなり限界体制で今いますが、事業所間行き来も禁止になりですね、はいはい、まあ、そんな中であの一番あのちょっとこう懸念されているところで、あの、ね、学生さん、はい、福祉を目指す学生さんが、うん、あの実習にやっぱ行けないとかって、その施設側が拒否してるからとかってね、うん、いうこと で、あの子たち行けないと法定実習なんで資格、国家試験受けれなかったりするわけですよ、うん、なんでなんとかお願いしますみたいな、ね、ことで、まあ、今年1年も、うちでも何人か受けてきましたが、まあ、あのちゃんと、実習前には PCR 出してもらったりとかね、はい、体調管理とかお願いして、うん、受けてきました。で、実習を受けるにあたってね、あの一つこう、まあ、ポイントというか、うん、うちが考えている考え方を今日はお話しした。ちょっと真面目に。はい。お前は真面目に。どう？七三になってる？あ、ちょっと。なってない。なってない。なってない。あ、そう。宮尾進むか宮迫みたいな。あ、宮迫ダメ。宮迫ダメです。宮迫ダメです。はい。ですね。ディスってねえよ。ディスってない。宮迫ディスってない。宮迫好きだから俺。あ、まあ、難しいか。はい。やめて。まずですね、後進を育てるとか福祉人を育てるっていうのは、この我々社会福祉、まあ、いわゆるこう障害者施設とか高齢者施設っていうのは社会資源なわけですよ、はい、でやっぱ国の福祉をこれからなんとか残してちゃんとやれるようにしなきゃいけないけど、やっぱあの人材をちゃんと育成するということに力をちゃんとあのかけるとか貸すとかっていうことは当たり前の話なんですね。なので社会資源であるってことが一つ目です。いや、二つ目はやっぱりこうあの受け入れる側もですね、あの、まあ、ある意味素人みたいな子たちが入ってくるわけで、そこにちゃんとこう説明のつく支援できてるのかなっていう、まあ、自己点検にもなったりするんですよね、うん、で、まあ、三つ目はやっぱり知ってもらって、その子たちが仮に障害者施設に行かなかったとしても障害のある人たちのことを知ってくれていて、ちょっとね気にかけてくれるみたいな、そんな輪が広がってったらいいなっていうところですよね。あとうちの宣伝もしてくれて、実習の要件は YouTube 登録することですからYouTube チャンネル登録も増える、法人ブランディングになるわけですね。これ大事です。363人ですからね。そうですね。400いつかなもうちょっとか、もうちょっとかな。そして、まあ、最後は、まあ、そうなったらいいなと思うんですけど、まあ、ここで実習した子たちがここに勤めたいなって、うん、そういう風になったらいいなっていう、まあ、大きく分けてこの、今お話ししたことがうちが実習を受ける理由です、はい、なので、まあ、社会資源であるってことを、ね、忘れちゃいけないなっていう風には改めて思いました。で、今日ですね、はい、とある大学から80名の80名実習生受けて、80名いつですかみたいな今から80名、いやこのオミクロンの中で80名無理っすよみたいな、うん、でもまあ、まあ来年の話だったんで、まあじゃあちょっとあのいろんな話しながら決めますかみたいな話だったんですけど、80名ってそうない、そうですね、そうない、80名80名か、思いました。まあでもまあ、そういうね若者を育てるということで、まあ、協力はしていきたいなっていうふうには思ったりしてます、はい、というわけで今日はちょっと真面目な竹島さん見てください。あ、これ見てよ、新しい何ですか、マフィーラー、あ、2個付けですか、違う、これあの輪っかになる、輪っか、あ、ほら輪っか2個ついてるかと思いました。大好きなクラファンで一回も使ってなかったら奥さんにいつ使うのって言われて買ってから1年後に使う。あ、そうなんですね、はい、あったかそうですね。あのね、
いつもほらネックウォーマーやってるじゃない、はい、紺色の、うん、あの肌触りが、はい、ネックウォーマーの方がいいや。そうなんだ。ネックウォーマーなんか良かった。はい、まあどうでもいい話ですね。はい、というわけで今日もありがとうございました。さよなら。